はい、えー、休校中の皆さんの勉強を応援するウェブ朝倉学校、えー、本日は2020年4月21日です。えー、本日は、えー、中学・数学教科書の第3章の方程式の最後の、えー、項目で、比と比例式というのをやりたいと思います。まあ、ここにテレビのデジタルテレビの画面の、えー、縦横の比が書いてありますけど、縦横が9対16、まあ、こういう日のことを今日勉強したいと思います。 さて、えー、私が講師を務めます船橋市議で予備校講師の浅倉と申しますで船橋市議としての、えー、報告について浅倉 m e ル公式サイトに載せてありますし特に本日,本日はあの船橋市の緊急対策パッケージが、えー、発表されてりますのでぜひご覧くださいコロナに対すするですね。で であの、中学校の勉強の話に戻りますと、中学校の勉強では、えっと、こう中1はこの内容でやっていきます。中2はこの内容でやっていきます。中3はこの内容でやっていきます。で、ここがあの中1のここと、中2のここが3月の休校で、えー、勉強できてない部分。で、こうあと、ここが新中1と、えー新,まあ、新中2ですね。新中3が勉強できてない部分ですので、えー、私の講座ではここら辺を重視してやっております。 で本日までこの一次方程式がありまして、そして明日からはあの式の計算ということで、順位の分野に入っていこうと思っております。それでは、私たちはコロナの危機の中で学校休業ということになってるんですが、3月の16日に私が思いついた式を紹介しておきます。コロナ、苦労と苦闘で割り乗り切れば幸せの数字7となるはずだということで、頑張っていきましょう。それでは、 えっと、あともう一つなんですが、えっと、ちょっと私もこの講座をずっとやってきて、えっとまあ、私の在留の命としている、まあ、自分で作った言葉がありまして、まあ、情熱は発明の母、コードや執筆の母、まあ、締め切りは発明の父というふうに今言ってるんですけど、まあ、私もこのなんとかあの中学生を中心とする、休んで、学校が休みになってる皆さんに、 この講座をた届けたいということで、まあ、情熱を持ってるんですけど、まあ、同時にこう必ず8時という締め切りがあるということで、えー、この講座ができているというふうに思っております。さて、それで私の本が Amazon で、えー、まあ生物の本が1冊と数学の本3冊、Amazon で買いますので、ご覧いただければと思います。それでは本日の話ですね、非と比例式の話です。でまず一番これ非常に身近な話で えー、デジタルテレビの画面の大きさっていうのを皆さんのうちにあるデジタルテレビの画面の大きさっていうのがまあ,あの買った時に覚えてるかどうかもしれませんけど19型とかあの、まあ、43型とかそういう、まあえー、型があったと思うんですね大きさの方がでこの型っていうのはどういう基準で決められてるっていうのをご存知でしょうかで実はこれは、えー、縦横の斜めのこの 対角線ですねで、対角線の長さを、えー、インチで表したものなんです、えーな。何々インチ型テレビというのは、この対角線の長さで表しています。例えば、19インチ型の、えー、テレビというのは、まあ、対角線が48.26ですね。でこれ、インチというのは2.54センチで1インチなので,で、それで割ると実は19になります。 ということで、実は対角線の長さが実はあの型の基準で、インチで表した基準なんですね。でまあ、これもプチ,プチ知識として持っておい,い,いていただくと面白いかもしれません。テレビの型の、えー、番号というのは対角線の長さなんだということ。ただ、本日はそっちではなくて、こっちですね。縦と横の比率がこういうふうになってます。でこれがだい大体い、まあ、9対16なんですね。9対16なんです。 でその9対16というのが今デジタルテレビの標準でありましてこの9対16ということをテーマに今日日を考えていきたいと思いますさて、日、レイショ凍ということなんですが日はあの A 対 B というふうにあの示します先ほど9対縦9横16みたいなことを、まあ、9対16みたいな日で示すんですけどえこれを日の子を まあそれぞれを日の項タームと言ってます。で、これ、ザファースターム、これ、セカンドタームということでありますけど、この日を見たら、大体、この後半の部分が基準として考えられると考えると、いろいろいいことがあります。さて、A 対 B、英語だと A to B ですね。で、で、B 分の A を日の値と言います。まあ、基準とするものに対して、その前半の分がどれくらいの比率かということで、日の値、レ、えーションバリューというふうに言ってます。 A と B との比とかいう場合にはあのととのの、とも省かれて、A と B の比なんて書かれるときでもあるんですけど、これは約束で、この後半の方が基準、まあこの、この順番に書くという約束になってますので、比の値を求めるときには、後半を分布にします。 B に対する A の比と言いったら B に対するという方が基準になりますので B が分母になりますつまり A と B との比というのと B に対する A の比は同じことを示してるんですねでこれを実は知っておかないとあの理科の問題なんかで、えー、分子分母を逆転したりしますのでに対するが分母あるいはとのだったらこの後半が分母というふうになってるということですね で例えば、縦と横の長さの比は9対16との英語で言うと、the, the, 私は英語発音は美しくないんですけど、the ratio of length and breadth is 9 to, to、uh, 16ですね。ですねはい、さてで100、100分率というのは100に対するその数の比の値ということで60%というのはというのはまあ この100分にてのというのは、まあ、100に対する比の値だと考えていただいてもいいと思います。100にのパーセントのことですね。それでは、えっと、9, と9対16と45対80は比の値は等しいということになります。これ、16分の9と4 80分の45が等しいですので。 等しいで、すねで。比の値が等しいとき、この2つの比は等しいといい、9対16イコール45対80のように示します。で、そういうふうに示すことができ、このように A 対 B イコール C 対 D のように比が等しいことを示す式を比例式と言います、プロポーションと言ってるんですね。あのなんか姿、形が きれいなことプロポーションがいいという、まあ日本語にもなってますけど、これ比ですね。まあ姿か、プロポーションがいいという、まあ時の時には、まあやっぱり背の高さと横幅がバランスが取れてるんでしょうかね。まあメタボでないみたいなことでしょうかね。ということで、まあ、プロポーション、比、比例式のことをプロポーションと言ってます。さて、それでは比例式の性質なんですが、比例式の性質は、 A 対 B イコール C 対 B C D という式が出てきたらこのままでは実は数学の普通の計算になりませんけど面白い原理がありまして、えっと、内向と外向というんですけどそそ外同士の数をかけたものと内側同士の数をかけたものの、えー、等しいんですね、積はそれぞれの、えー、内向の積と外向の積は等しいと言います。だからこれ非常にこれ慣れると面白くて外同士、内同士をかけてイコールで結べばいいということです。でちょっと 9対16イコール45対80、まあ、これは暗算レベルでちょうどこれ5倍ずつになってますからわかると思うんですが実際やってみますと9対80イコール16対45で両方720ということで確認できますで次に感覚的に今具体的な数字でえと把握しましたけど感覚的に考えてみますと、まあ、こちら系の、まあ、左左辺のやつを黒で書いて右辺のやつを青で書いて こっちは、例えば、この、まあ、大対小でもいいんですけど、まあ、どっちかが大きくてどっちが小さいですね。まあ、例えば、小対大にしましょう。で、小対大。で、そうすると、外同士をかけると、小と大。一方は小っちゃいけど、もう一方は大きい方がかけられるんですね。で、こう反対側についても、大と小がこう入れ違いになってますので、少ない方にかけるの方は多いと。多い方にかけるの方は少ないということで、ちょうどイコールになるように、感覚的に理解できますね。で、実は数学では、 公式を単に丸暗記ししようとしてはダメでまずは、えー、具体的な数字で実感してみること、でその次に何となく感覚的に理解することで、最後に数学的に証明して理解すること、この3段階。 実例での理解、感覚的理解、そして、えー、証明という3段階で理解しておくといいと思いますで。教科書は実はここら辺を曖昧にしておく、証明だけはきちんと、まあ、教科書に載ってると思うんですけど、ここら辺を、えー、省いてしまうと、ここら辺実感できないと、まあ、証明、えー、されてもな、あのー、なんとかなんてか、ストンと落ちないことがありますので、やはりここら辺も重要です。さて、証明についてですが、まあ、これ、比、えー、の定義から B 分の A イコール C 分の で、そして両辺に分母の公倍数,公倍数である BD をかけます。で、そうすると、こっちは B が分子分母で消えて D が残る。こっちは D が消えて B が残るということでできます。さて、比例式を解くという、この比例式のこの特にない、これ美しい計算の仕方を知っておくと、まあ、比例式を解くというのは、比例式に含まれる文字の値を求めること。例えば、縦横比9対16のデジタルテレビの 横幅が112だったと。縦の長さはということで、縦の長さが x というふうに置くと、xi112 イコール9対16。そして、外同士と宇宙同士をかけて、えー、63と出てきます。で、63対112、9対16というのはな、っ、えー、と比率としても実感できますね。それでは、最後に本日は、えーと、このデジタルテレビの問題について、千葉県の公立高校入試が、 かつて2011年に出した問題。これ非常にこの生活密着型で面白いので紹介しておきます。で、えっと中学生の皆さんはもう物心ついた頃から、もうデジタルテレビだったのが当たり前だったかもしれないけど、まあ、でも小学生の頃にテレビの形が変わった記憶があるでしょうか？特に大人の人は古いテレビと新しいテレビの。 形変わったことを覚えてると思うんですがそれ大体たい2011年あたりから動き始めたのでちょうどそれが入試問題になったんですね千葉県の問題というのは結構こういう日常生活の素材を取り扱いますさて読んでみましょうか父あるカオルさんの家族の会話なんですがもうすぐテレビのアナログ放送が終了し全てデジタル放送に切り替わるねとデジタル対応のテレビや MR のテレビよりも画面が横に長くなってるねとまあ、確かに横長の、ね、古いテレビに比べと うん横に長くなったのは知ってるけど画面の形には何か決まりがあるかなさて中学生の皆さんは、まあ、この古いテレビ見たことがない人は大体ラーメン屋に行くとまあちょっと私の経験上はラーメン屋に行くと古いテレビが結構上に置いてたりするのでまあ是非ラーメン屋に行った時に見てみてください、えー、あの系列チェーン店だとダメですけどちっちゃなラーメン屋に行くとこの古いテレビが残って,残ってますね さて、えー、うん、えー、横に長くなったのは知ってるけど、画面の形には決まりがあるのかなということです。父、えー、アナログ放送の今までのテレビ画面は実は3対4だったんですね、昔のテレビは。3対4だったけど、デジタル放送対応のテレビ画面は、今日のテーマになっている9対16の長方形になってるんだ。じゃあ、薫、えー、じゃあ、縦の長さが等しい場合は3対4の画面、えー、テレビ画面よりも、 9対16のテレビ画面の方は面積が大きくなるわね、なかなかカオルさん、鋭いですねで、お母さんまで会話に参加してきます、そうよ、でも横の長さが等しい場合は9対16のテレビ画面の方が面積が小さくなるのよ、でそれなら面積が等しい場合、9対16のテレビの画面の横の長さは、3対4のテレビの画面の横の長さ何倍なんでしょう、すごい過程ですよね。 父と母と薫、えー、さんの間で数学的な対話がなされているということでこういう過程で育つと多分数学ができるようになるんでしょうねさてそれでは問題ですえっとまあ会話中の河川笛という,もう,もうこの問題の図面だけ持ってきました図2のテレビの画面はテレビの面積の何倍になるか書きなさいということでえっと 図2のテレビの画面は図1のテレビの画面これ同じ縦が同じ画面を持っていたときに面積はどれぐらいになっているかという問題ちょっと考えてみてください次、えー、2番カオルさんは会話中の下線部 B について調べることをしたと会話で会話しただけでは飽き足らずにそれをきちんと数学的に調べるってすごいですよねで1から5に最も適切な数や文字式を入れて調べたことのまとめを書きなさい図 4のように3対4のテレビ画面で横の長さを1とすると、えー、縦の長さは何であるとで面積は、えー、何であるこれか,か,るか、えー、面積はないとまた図5のように9対16のテレビで横の長さを x とすると縦の長さは x を用いてこう、えー、面積はこう示すことができる従って面積が等しい場合は9対16のテレビの画面の横の長さは、えー、3対4のテレビの画面の横の長さの何倍となるということで 旧,旧テレビから新テレビ、デジタルに変えるときにきちんと面積まで計算して、この過程は変えたんですよね。さて、えそれでは、えっと、YouTube を見てる人はここで止めて、考えていただいたから、ぜひ、えー、次に進んでください。それでは、行きます。さて、まず一番は簡単で、えっと、きょのテーマが日ですので、えー、3対4のテレビを、こちらの9対16の9に合わせると、 ななはずなんですねつまり横幅が12です。ということは縦が同じになって、えー、同じ比率になって横が12でこっち16ですから面積は、えー、デジタルになると3分の4倍になります。つまり縦幅を合わせると、えー、デジタルは古いテレビに比べて3分の4倍の面積になってるということですね。じゃあ後半の,あの、えー、カオルさんの研究の部分。 図4のように3対4のテレビ画面で横の長さを1とすると縦の長さは3対4ですからここで今日の比例式が出てきますで縦の長さを x とすると3対4イコール x 対1ですね縦対横イコール縦対横ですので,でそしてこれを内向外向同士をかけて3で内向同士をかけて 4x4x イコール3を解くと4分の3です そして、えっと、面積は四分の3、かける4分の3だから4分の3となるんですね。さて、また図5のように9対16のテレビ画面で横の長さは x とすると、まあ、これは、えっと、縦の長さは、これ暗算でもできると思うんですけど、16分の 9x ですで。なぜならば、 これちょっとあの、X という記号を作って、さらに求めるべきものは、この縦の長さですので、本当はこれを X としたいところなんですけど、X を用いて表してと書いてあるので、まあ、この分かんないの縦とそのまま日本語で書いておきました。縦対 X イコール9対16。そうすると、1 6かける縦イコール 9X。そうすると、縦イコール16分の9になります。でそうすると、面積は X を用いて、縦16分の9、横 X ですので、9 16分の 9X 以上になります。 で最後は、ちょっとこれは中3の分野なんで、えーまあ、今日はあの答えだけ言っておきます。これを2つ、この面積とこの面積が等しいとすると、えー、横の長さのは3分の2ルート2だったということになります。これは今日、あのここまではやらなくていいと思うここまで今日理解できれば十分です。はい。ました明日から中2の あの文字式式のの多項式の分野に入っていきます中1の皆さんはいきなりまた中2の分野に行ったら難しいと思うかもしれませんけどこれまでやってきた中学1年生の理解をしとくとそのまま中2の分野まで理解できますのでぜひ、まあ、そのままあの続けて勉強してみてください。ごご聴ありがとうございました